それにた対する答えとして示されるのが、このこと以下の仏の言葉は信じられないであろうが、釈尊は四十四年間の方便の教えを捨てて、真実の法華経を説かれるにあたって、従従の用意と深い極心の上から、このように示されておるという当者、つまりまあ大聖人様ね、仏様の弁明です。まあえーまあ、説明ということね。すなわち、このことを仏、謝へして曰く。 最難難と示されま謝意して曰くというのは到底そのようなことはありえないであろうという問難者の疑いを遮りそんなことはないんだよとそんなことはないえとくさせるためにしっかりこれから言うことを胸に落としなさい腹に据えなさいっていうえとくさせるために仏が次のように仰せであるという意味です。 そして仏の語として、言葉として、異根統節、再難心難下という教文が惹かれます。まあ、本当に有名な、法華経第10番目に、星本という本があり、その本に、これは本当に我々肝に、とにかく、まあ、正直者方便単絶無常等とかさ、四十四年未見真実とかさ、そういう中においても、この、この教典もよく覚えとか、 おくべきお経典なんですよね。我が諸説の経典無料千万の国して、すでに時、今時、まさに解かんしかもその中において、この法華経、最もこれ、難心難下ないと。まあ、一番信じ難いっていうことは、イコール、仏様の本心である。深いところの王勢であるっていうことなんだよね。そこをこう、読んでいかないと。ただ、 まあ前も言いましたけど、これ何度も説明してるからね、このお経典の直前に、えー、まさにこの、わ、えー、が諸説の経典の中で、法華経を最もこれ、最大一なりっていうお言葉があって、その後にこのお言葉が入ってくるから、全くこの最大一っていう、すべてのお経典に対して最大一である、イコール難心難下であるっていう、これがもうど同意同意の義っていうことなんですよ。だからまあ と、特に言う、その、テキスト、クソ野郎的な人たちは、この、南進南下って書いてあるだけじゃないのと。別に、えー、最高とは言ってないじゃないのって言って、まあ、そこに引っかかるわけだけど、それは、ただの、バカっていうことですね。じゃあ、行きます。で、という語問があるのですが、これを省略して、ここに、遺恨、そうそう。この経典を大聖人様が、肝心の本尊章では、ズバッと、この、省略されて、遺恨統説、えー、再遺南進南下。 と挙げられたのです。これはまあ、訳せればこういうことですよ。すでに、まあ、イコンと、すで今、だ過去、今、まさにと、未来に解く中で、最も法華経が難心難下だと。まあ、こういうふうに要約されたってことですね。で、これは前にも説明したことですが、すでに時とは法華経以前のケゴン、アゴン、報道般若等の44年の4年間にいろいろに解かれた、釈尊一大仏教のほとんどがこの遺説ですと。 まあいいですね。これもその通り。今時っていうのは、法華経の開教として直前に説かれた無料理教です。っていう、これがですね、あの、前もまあ、このとこ掘り下げてみんなにも言ったけど、い今説くっていうんだから法華経も含まれないのかっていう意味合いで、まあ、疑問があったけど、結局この、さ、難心難下っていうお言葉から排すると、法華経そのものは難心難下なんだから、結局その、 異異下非常に分かりやすく、まあ、法華経に比べれば分かりやすく、理解もしやすいですよという、この相対で言うと、法華経がやっぱり入らないってことなんですね。無料義経しか入らない。今時っていう、ほぼ同時期に解いてるお経典の中で言うと、無料義経しか入らないんですよっていうのが、天台大師の解釈で、まあ、そこを聞くと、まあまあ、うん、なるほどなというとこなんでわけですよ。だから、今時っていうのは、 リアルタイムに今とは言ってるんだけども、無料意表だけを指すんですね。そして、まはまたまさに都んっていうのは、まあこれはもういいですね。法華経の後ですから、未来のということで、涅槃ンを指しますと。で、この遺恨等の3説の中、法華経が最も難心難儀であるということなのです。従って、法華経について3説超過、もう実は遺恨等という、言うてみれば異異芸、異心意義。 わかりやすく、信じが、信じやすいっていう、そのグループからすると、もう断突に難進難下だから、このイコン等のもうこの中に入らない、もはや。だから三節超過、超えちゃってるってことなんですね。三節超過という言葉があります。いわゆる、すでに時、今時、将来に時、くところの三節に超過して、もう超えちまって、優れた教えが法華経という意味であります。まあ、それは中4、 全部読んでないけども、あの、芸香様がこうやってご説明してくださる中で、やっぱり二禅言郷なり、二繁用に、こういうふうに説かれてるんだよってことを聞きゃね、法華経だけですよ、こんなその、本当にその、直ょな、説明があんまりない、もう仏の悟りがそのまんまただ、ドシーンって押し出されてくるお経典というのは、確かに。 ないんだね。他はもっとこう一生懸命説明してるんですよ。我々に分かりやすいように分かりやすいように。そういう意味では、まあまさに難心難下中の難心。まあま難心難下と言ったらもう法華経しかないと。で、その法華経が、え最異難心。最もこれ。最もこれ難心難下なのであり。反面、法華経以外の三節は全部法華経に対して異心異下であるのです。 まあこれ今説明した通り、信じやすく、えー、下しやすい、理解しやすいのであると。法華経に相対すればね。それは仏教全体がそのものが、我々のこの、もう、衰えきった知恵から、知恵からすれば、仏教全体が難心難下なんだけどさ。まあしかし、あの、そういう意味では、えー、超絶して法華経が難心難下である。で、それはまあなぜかってことを下にだんだん解かれていきます。 仏は無料の差別ある主張の木に対し、主樹に対応されます。それは浅いところから深い境外のところまでいろいろだけれども、しかし仏様の法華経の悟りから見るならば、他の教業は全てが低いところであり、維新意義だという意味です。まあ本当にね、そりゃそうですわ。 あのー、そのまさに「地獄界に仏が備わっている」なんていうことはどこの仏典にも書いてないわけだからね。だからそういうこと一つとってしても「一信威華」他は「そんな地獄界に仏なんて境外がそもそもあるわけないでしょ」っていう、まあ、そういう解き方だから信じやすい分かりやすいそれはそうですよねっていうことになるわけだな。ところが法華経を着て「いや違うんだ」と。 実は今まで方便だったんだって、こうなっちゃうから、これは信じ難いですよ。わかりにくい。で、そういうことで、法華経以外の遺恨等の三説は信じやすく、消しやすい。しかし、法華経は主張の木にとって、難心難下であると、仏が自ら弁明警告される語を簡略に惹かれてあります。仏様ご自身が、もう、その、簡単に考えてもらっちゃ困るぞと、法華経は。そして、本当に覚悟して、 最高真実、仏の唯一の、その、悟りをそのまま解いてあるんだから。なので、難信難下であるってことをまず弁明され、さらに警告を鳴らしてるってことですね。わか、信じ難いからといって、信じないでいていいわけじゃないんだぞってことなんです。ここをし、ここの壁を乗り越えないとダメなんだよと。信じなさいと。そして、